ーマはこちら、ショートウルフの切り方。よかわいい。すごいですよね。うん、まあいろいろなんだっけ、マッシュウルフとか、ウルフボブとかなんかいろいろやったんですけど、今回はショートウルフですねっていう形でやらせてもらって、結構こうバランスが難しいかなと思うんですけど、うん、まあベースカットでどこまでこうどんな風に切っていけばこういうバランスのいい形を作れるのかっていうのを今回はお伝えしていこうかなと思いますんで、まあ結構ねウルフ流行ってますし、悩んでる方とかもねいるかなと思いますんで、まあ簡単な切り方ありますんで、ね、ぜひともお伝えしていきますんでよろしくお願いします。はい、じゃあショートウルフ切っていきます。でショートウルフ切る場合はまず顔周りから切っていきます。まあどうしようか、どんぐらいにする、どんぐらいにしようか、目ぐらいで、まあここのね、あの前髪の、レングスっていうのはまあ任せます。まあ、ね、前髪がなくてももちろん大丈夫です。でここからこうやって切っていくんですけど、まずは顔周りでウルフっぽいなんていうんですか、シャギーというか顔周りに強いシャギーをまずは作っていきますと。でショートウルフなんで、結構ここの角度っていうのはしっかりめに作ります。はい、でも切り口はハイレイヤーぐらいの感じ。そうですね、切り口はハイレイヤー気味に入ってしっかり段差をつけると、こういう感じですね。こういうのを作っていくと。で、こういう感じですね。こういうね、シュッとしてね。で、全部これつなげちゃいましょう。横もここに。セームレイヤーで床に対してセームレイヤーで、ここの角取っちゃいましょう。もうつなげられるとこまでつなげちゃう。はい、そうするとここにもこういうですね、ウルフの顔周りができると。はい、はい、これをちょっと反対側もやっていきます、同様に。はい、同じように鋭角にとってちょっとつなげて、まあ長さのチェックぐらいをしましょうね。まあこの辺の切り方はね、いつもやってるんであれなんですけど、ここもまっすぐ引いて、まっすぐ引いて、この髪に合わせて切っちゃいます。やっぱこう顔周りに毛が欲しいんであれば、ここはもうまっすぐとか、こうハイレイヤーの角度でこうやって切っていけば、勝手にここにこういう顔周りを覆う毛は簡単にできますからね、こういう感じで。はい、はい、じゃあ次のセクションいきます。はい、そしたら、今顔周りの長さが今作ってあって、でここからは、どこにこうつなげていくかっていう話になってくると思うんですけど、ここですね、このこれのどこにつなげていくかでレングスを、設定していこうかなと思うんですけど、まあ、今回はこの鉢の毛をちょっとこう一番ショートのこの毛にが見えるところの毛にしようかなと思ったんで、ここをガイドにしようと思って、ブロッキングをここで取ってます、ハッチのところで。はい、これがもっと長くしたいんだったら、このブロッキングは下になります。下にとってこの顔周りが、この下のところがガイドになるという感じですね。だからここの角度っていうところは変わってきます、ブロッキングの。でここから前上がりに、だいたいバックポイントぐらいまでを目安に前上がり、ちょっとこういうVっぽい形ですね。はい、にブロッキングを取って2セクションでカットしていくよという感じになりますね。はい、はい、そしたらここの鉢のところ
これですね、これ。これがガイドです。これがガイドになるんで、これをガイドにここまで持ち上げちゃいましょう。ここはどこの角度？これはここの一線に対してのオンベースですね。まずね。はい。まずここに前上がりの毛を切ります。はい。こういう感じですね。はい。はい。そしたらそれを縦に引き出して。これです。ここをこれですね。これ。これをガイドに前上がりに切っていくっていうイメージで切っていきます。はい。はい。を切りますね。こういう形。これを前上がりで続けていきます。ダイレクションかけずにオンベースみたいなイメージですね。ずっとここに対してここに対してオンベースで切ってきます。前上がりのオンベースが切れればいいので、言ったらこれでもいいですよ。これ。これでも全然切れます。こう引き出してこうね、これでも全然ありですね。丸みが強いとこは2つに分けてこういう感じでベースで切っていく。こういうね、形が勝手にできるかなと思います。はい、はい、ちょっと縦の方を切ります。縦切ります。だいたいセンター割ってくるぐらいまでを全部切ってもらって、まずこういう形をヘムラインで作ってしまいましょうと。こういう感じですね。はい、はい。で、左側も切っていきます。まずここに合わせて前上がりでこれですね、ここ、これガイドに前上がりにこう切る。はい、そうするとここにこういうね短いのができてるんで、これをガイドに前上がりで切っていきます。
まあ、V 字を意識してこうやって前上がりにスライス取っていけば結構難しい、切りやすいかなと思います。なんかこういう形になるわけですね。後ろから見た時にここに毛がちょっと残ってて、ここにペロンペロンと毛が出てくると、はい、まあ、前上がりでセームレイヤーで切ってるんで、おのずとこういう感じですよね。 V 字でこうなって、ここに長い毛が今残ってますよっていう状態になります。でここからここのアウトラインをちょっとまずは詰めますね。はい、はい、このアウトラインの長さを決定します。どうなんでしょうか、短い方がいいんだっけ。できるだけこうボックスに引いてあげる方がいいかなと思います。あのプラグに入っていっちゃうとこっち切ることになっちゃうんで、ボックスでちょっとここ残しましょう、はい、この角をね、はい、そしたらもうだいぶウルフっぽい感じが、ね、かわいい、もう出来上がってますよね。でこれでなんかもっとこうここの厚みをもっと軽くしたいとか、そういうの出てくるんだったらここの角を取っていくと、これですね、ここら辺のこの角を切ってくるって感じ。ごめんなさい、これですね、この厚み、ワンレングスの、そう、ワンレングスのこのセームレイヤーがいるじゃないですか、絶対に。セームレイヤーに合わせて、ここを切ると。そうすると、ここもうちょいスッキリするよっていう感じですね。はい。とりあえず今日残してみましょうか、ここ。はい。直吉とアブタは、一緒に働くスタッフを大募集しています。詳しくは、概要欄の求人の動画をご覧ください。一緒に横浜ナンバーワンを目指しましょう。目指しましょう。そしたら上を、好きな感じでつなげていくんですけど、まあ、今日ちょっと上を動かそうかなって思うんで、ちょっとレイヤーたっぷりめに下までここまで入れますね。だからこれ丸みをしっかり残したい場合はこっちに引けば、丸みを残したい場合はこっちに引いてここの角だけ切れば下に長さは残るんで、今回はつなげられるところまでつなげます。で最初見づらかったら一回 G の角度で引いてあげると下に L いるんで、これこれ下のガイド、下のガイド見えますか、はい、これいるんで、もし分からなかったらもう一回これ切っちゃう、下に合わせて、ね、で切ってからここ切ろうかなみたいな、それとも残そうかなっていう話になってきますね。下はこう前上がりで切っているっていうところは、忘れないようにしないといけないですね。ここですね。
がつなげてから角を取っていくと。でこの辺になってくると前上がりなんでだいぶ毛が長く落ちてくるんですけど、切れるとこまでは切りましょう。はい、そしたら今下を、作って上を切ってって、真ん中がちょっとこう V でこう切ってて前上がりの一番頂点だったんで、うん、ここがこうつなぎきれてないかったりとかするんで、最後にここ一線下に引き出すとこういう毛出てくるんで、上とつなぎ損ねてる下とのこの辺のバックポイントの毛が出てくるんで、ここを。G の角度とかでつなげると、そうすると最後にここにちょっとくびれができますねと。だ最後までここの、前上がりで切ってったところの V 字のところは残しておきましょうと、うんうんうん、で最後に引き出して見てみて、ああじゃあどこにしようかな、どこを切ろうかなってなって切っていくっていう方が絶対ここら辺はいいですよね。そうするとここがウェイトポイントになるんで、こういう感じなんですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、マッシュアウトウルフ出来上がりました。おお、めっちゃ可愛い。可愛いですよね、うん、で、これポイントとしては一番は前上がりで、セームレイヤー切ってることだと思うんですよ、うん、2セクションでここのガイド決めて、あと全部セームレイヤーで切ってますよね、はい、うん、で、やっぱりなんで前上がりで切ってるかっていうと、まあ、こういう感じでウェイト持っていきたいっていうのも一つと、こうあれですね、センターに向かってウェイトがこう、うん、V にこうなってくるっていうところと、うん、あとここに毛残したいんですよ、これ。なるほどなるほど。ここの毛、これをじゃあ最初前下がりで切りますとかフラットで切りますってなったら、ここに毛残んないんですよね、これ、うんうん、ここはなくなっちゃうんですよ。で、ここなくなっちゃうと、もう結構ここの幅が広くなっちゃうんですよ、うん、そうするとすごい間延びしちゃってバランスが悪くなると。ここがあるだけでだいぶこう横から見た時のシルエット綺麗じゃないですか、はい、でこれ耳裏の毛なんですけど、ちょっとこう巻いてあげたりとかしたら前から見た時ここの辺が遊びになったりとかしますよね、うん、こっち流してもいいですし、いろいろここの毛の作り方っていうのはすごく大事で、結構ねこことかをこう削っちゃってバランスが悪くなるっていうことは結構あるかなと思うんで、うん、まあ、前上がりの、セームレイヤーっていうのは結構こうバランスよく作りやすいというか結構便利かなと思いますんで、まあそういうのもね、うまく使いながらこういうショートウルフ、作れたらいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。アブダの動画の方が市民売り上げ伸びるよ。なんだよ。美容師道場チャンネル登録はこちら。